こんにちは、兄です。今日は3月3日のソフビロボット長官、こちらを見ていきたいと思います。スーパーソフビタイム。はい、今日はちょっとマニアックなソフビ、3月3日のロボット長官です。タグはこういった感じで、つぶらや怪獣、送信劇、ここにつぶらやプロの判件シールが貼っております。裏側は3月3日のマークと、あとホームページのアドレスですね。で、いろいろ注意書きが英語で書いてあるんですけども、まあ15歳以上対象ですよとか、メイドインジャパンとか、そういうことですね。では開けちゃいましょう。ソフビの全体像はこのような感じになります。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っと、スーツ姿がかっこいいね。ポッケに手を突っ込んでおります。で、今回スーツの色水色なんですけども、いろいろな色があって、一番最初に発売されたものが劇中と同じ黒いスーツのバージョンだったと思います。で、このロボット長官、イベントでの限定発売だったんですけども、今回ね、3月さんの通販でも発売ということで、やっとゲットすることできました。大きさはそんなに大きくなくて、ウルトラマンのソフビ横に持ってくるとこういった感じ、怪獣ソフビを横に持ってくるとこういった感じになります。まあだいたい10センチちょいのミドルサイズみたいな、そういったイメージかな。じゃあもうちょっと細かく見ていきましょう。まずはお顔周りです。ロボット長官って言ったらやっぱりこのお顔ですよね。目の部分のカバー外れております。まあ、カバーついていたらただのおじさんのソフビになっちゃうもんね。で、この内側の部分、細かくモールドが入っていて銀色に塗装、目玉は白目の部分が金色に塗装ですね。で、肌色なんですけども、これ成型色なんじゃないかな。ツヤを抑えた感じになっていて、すごく質感がいいです。で、ヒゲと髪の毛塗装されていて、髪の毛つややかですね。後ろ側見ていきましょう。後ろ側は特にこう細かい造形があるわけではないんですけども、この下の部分につぶらやプロって彫ってありますね。劇中ではここパカッと開いてね、中に歯車がいっぱい詰まっているんですけども、秘書の人がね、油をチュチュチュって刺して、あれがねめちゃくちゃ怖かったっていうか、その頭の中に何かをするっていうね、頭の中を覗いちゃうっていう、あれがねすごい子供の時怖かったんですよ。で、前に戻っていきましょうこの目のギョロッとした感じとかね、これもすごい怖いですよね。うん、まあでもね、デフォルメちょっとされてるので、そういった怖さも半減していて、なかなかいい感じなんじゃないかな。で、さらに下に下がっていって、スーツの部分なんですけども、ここもねすごい凝った作りになっていて、これ二重成形なんですよね。外側が水色のクリア、内側が蓄光成形になっていて、暗いところに持っていくとね、内側の蓄光が光ります。で、外側クリアだからね、内側がこう透けて見えて、これがまた何とも言えないね、面白い感じなんですよね。塗装して、あ、危ない。塗装している部分はここのワイシャツの部分とネクタイ、そして靴のここが塗装です。ですね、後ろ側はちょっとピントが合わないな。はい、こういった感じで特に塗装はないんですけども、この辺二重成形が分かりやすいですね。外側の部分ね、ここがクリアになっていて、白い部分が内側の蓄光のね成形になります。足裏は特に塗装とかはなくて、分かりにくいかもしれないですけど、ここに3月って書いてありますね。パーツ分けは頭と胴体で2パーツになっていて、ここでね動かすことができます。はい、3月さんのソフビ、つぶらや怪獣送信劇のロボット長官を見ていたんですけども、いかがだったでしょうか。いや、もうこのロボット長官のソフビずっと欲しくて、今回ゲットできてすごい嬉しいです。このお顔最高だよね。で、一緒にシャドウ星人のソフビも発売されていて、シャドウ星人はこういった感じになります。スーツを着ていてゼナ先輩みたいだよね。で、これ見てすぐに気がつく方もいらっしゃると思うんですけども、ロボット長官とシャドウ星人、スーツの形全く一緒なんですよ。成形色違いだから、頭の部分を外して付け替えれば、赤いスーツのロボット長官も作れるし、水色のスーツのシャドウ星人も作れるっていうね、こういったところですごいプレイバリューが高いです。他にも僕スーツ持っていて、はい、こういった感じどうでしょうか。みんな同じ形なんだけどもね、こっち側はズボンの部分塗装しているので、この2つともねまた全然違う雰囲気のスーツになってますよね。こういった部分すごいうまいと思います。で、あとこれみんなスーツなんですけども、ボディの部分もいろんなものがあって、セーラー服
クとか、あとは OL のスーツとか学生服とか、あと巫女さんもあったかな、うん、で、まあ、全部あの、ね、ここの部分の企画が一緒になっているので付け替えることができて、だから3月さんのソフビ持っていれば持っているほど、あの着せ替え遊びとかそういった部分もできて楽しめるんですよね。あとで僕ちょっと学生服とかね付け替えてみたいと思います。でソフビ好きの人たちの間ではね、3月さんすごい有名なメーカーさんなんですけども、やっぱり量販店とかに並ぶものではないので、一般の人たちはそんなに目にすることはないと思うんですですよね。だけどこのロボット長官はひょんなことでこういろんな人にね、こういろんな人にっていうかいろんな人の目に触れることになったんですけども、それはあのどこかっていうと、グリッドマンの第9話の冒頭にこの、まあ、ロボット長官のソフビ登場してるんですよ。グリッドマンの第9話は夢の話なんですけども、もうみんな見てるから大丈夫だよね。あの大きなネタバレはしないようにするけども、ちょっとあの軽くいろいろ喋っちゃいますね。あの第9話の冒頭で茜ちゃんがね、こう椅子に、椅子っていうかこうダイニングみたいなところに座っていて、第1話のそのリッカちゃんと入れ替わってるような感じでスタートするんですよね。で、まあその段階でみんなあれと思うような感じで、それで冒頭にこれと、あとマウンテンガリバー5だっけ、5号だっけ、あの MG5 ね、そのソフビが並んでいて、で、あ、これ夢の話なのかなっていうのをそこでこうちょっと思わせるんですよね。まあ、あのこのロボット長官も第4惑星の悪夢っていうね、そのお話に登場するんだけども、あれは夢でいいのかな。あのダンとソガ隊員だっけ、このロケットに乗ってね、試験飛行かなんかでこうピョーッと出てって、で宇宙飛んでる間寝るみたいな、そんな感じだったんだよね。で到着したら地球そっくりの、星でロボットが人間を支配していたみたいな、そんな感じな星についちゃうっていうね。でまあ釣ったもんだって帰るんだけども、その地球に戻ったらお前ら夢見てたんじゃないかみたいな、そんな感じなオチだったと思うんだけど、ちょっと僕も内容少し忘れてきてるんだけど、うん、まあそんな感じなね、その夢っぽい感じなお話で、であと一緒に並んでいたマウンテンガリバー5号なんだけども、それの話はね、ウルトラマンダイナーの42話かな、歌方の空夢っていうお話に登場していて、この話もなかなかすごいんだよね。盛りだくさんで、もうやりたい放題やっちゃったみたいな。夢だって知らないで見始めると、途中までは結構普通に見れるっていうか、普通の話だと思って見ちゃうんですよ。でも、途中からおかしいなこれってなってきて、最終的にはもうめちゃくちゃになっていく。そのまあティガの隊員たちがみんな登場したりとか、だからもうほんとすごいね、豪華なんだよね。キャストも豪華だし、でお話の中にもこういろんなねオマージュ的なものがこう入ってきていて、あれこれ逆襲のシャアだよねみたいな、そういうのがあったりとか、ちょっと見たことない人はね、ぜひこのねダイナの42話歌方のソレイユね、見てほしいんですよね。すごく楽しいんで、うん、まあそんな感じで、そのグリッドマンのね第9話の冒頭でこのソフビが登場して、もうほんとね、嬉しかったっていうか、見た瞬間にうってなったんだよね。うん、まあ本当にすごいよくできたソフビで可愛いので、気になる方はねぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。ちょっとねマニアックな部分なので、なかなか販売のチャンスとこううまくね合わないと買えないんだけども、僕ツイッターで何かしら3月さんのソフビが発売されるときは必ずツイートをしてるので、僕のツイッターフォローしてくれればきっと気がつけると思いますし、あと3月さんのねツイッターのアカウントも下にリンク貼っておきますので、まあ、3月さんをフォローしていればもう間違いなくね、どこで何がどう販売されるのかってわかるので、ぜひフォローしてみてはいかがでしょうか。はい、まあ今日はちょっとマニアックな遊びだったんですけども、またねいろいろな遊び紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録とかねしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でバイバイ。I'm not afraid.
休み。